横瀬屋う横瀬屋う1月1日から1934年2月14日は日本の詩人、歌人、茨城県真壁郡、横根村生まれ、本名、虎子とぶき。別号に、棘丸、宝子、幼児、来る病に侵されて、歩行の自由を失い、生涯苦しんだ。文庫に民謡町の詩を発表し、1905年詩集、花森を刊行して、 ロマン的な色彩で人気を博し、1907年、河合水名主催の思想者に参加した。地方の文学少女たちがその境遇への同情から、よさめの妻になると言って、数名やってきたことは、水上つとむ、つくば根物語に詳しい。なお、伊藤聖、日本文壇史にも、同様の記述があるが、これは連載終了後、単行本化されなかった水上の蝶を参考にしたもの。 その後結婚し、昭和期には、幕末、明治初期の歴史について研究した。書持の名も用いた。1934年、急性肺炎により下妻の自宅で死去。56歳没。戒名は、新女院、文四寺順八浮吉子寺。山本直樹の漫画、ファンシーはこの逸話を下敷きとした作品である。2020年に映画化され、八浮をモデルとした詩人を、 久保田正隆が演じた、岩井博史、作家の臨終、母肘店350ページ。ありがとうございます。